俺も思って帰ると好きっていうか、今買うんだったら買うんだったら持って帰るんです。ダンクラブでちょっと待って、どうぞ。あなたはね。YouTube で撮ってるんですよ。あ、そうなんですか。これ探してるとか、動画で見ると。なんて探す気するか。神田野菜。神田野菜。神田、今どの神田ですか。神田野菜。これください。はい。普通の野菜で。待って、ここもなんか落ちてる。300円。はい。あ、でかかった。こいつ、小川熊市役場、ありがとうございます。もうまだちょっと、それ今つけないで。めっちゃ言う、くるけど。かいつさんの、手があったよ。いらっしゃいませ。はい、こんにちは、神田野菜です。今日は、福岡の方にマルシで、販売に来ております。今日は里芋の、丸ごと里芋販売してあります。結構ね、大反響です。今からね、どんどんお客さん来ると思うんで頑張りたいと思います。はい、じゃあそれではやっていきます。あと今日はチャンネル登録者を登録してもらえるように声かけしていきたいと思います。ブリオッシュ、終わったね。
い、いい感じで販売が進んでおります。里芋のこの一本取りですね。これは結構インパクトあるみたいです。で、今日はね、チャンネル登録を呼びかけてますんで、ちょこちょこ今日はチャンネル登録者が増えてますんで嬉しいですね。すごい宣伝するためにYouTube を載せるんですよ。野菜でしょって、あ、これか。すいません、邪魔しちゃった。いや、全然。ありがとうございます。2点、そう、確かに来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。来月は11月。あ、ちょっと待って。はい。あ、じゃあお芋。はい。すいません。すいません、ありがとうございます。すいません。やこさん、ありがとうございました。すいません。僕、YouTube やってるんですよ。よかったら、パンダ野菜で。食べてもらったら、この神田に野菜で、あ、神田野菜さんですか。無農薬の証明してやってます、ね。無農薬なんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。どうも。ありがとうございます。はい、また来ます。次11月3日です、ね。11月3日、わかりました。はい、ありがとうございます。マルシェ終わりました。今日は片付けが間に合ってよかったです。今日はね、いろんな人、マルシェで参加してる人 YouTube してるみたいなんで、じゃあ概要欄の方に貼っておきたいと思います。お肉を酪農家、酪農の農家さんも YouTube されてるみたいなんで、その方も、ちょっと紹介後でしてみたいと、概要欄の方に貼っておきたいと思います。はい、神田野菜です。自宅の方に戻ってきました。はい、次は、次のマルシェは11月3日、と24日になります。で、出すね、野菜がちょっと少ないので、大急ぎで小松菜、チンゲン菜とかね、すぐ育つ葉物野菜を明日からちょっと頑張って作ろうと思います。はい、今のとここちらですね、タイニーシュッシュやね、これロメインレタスの苗と、ミックスレタス、あとこれが何ていうの、春菊ですね。こちらの苗今育って、来年年末と来年の苗になります。はい、で、油ぬかのこちら、これがスティックセニョールですね。これちょっと失敗してますけど、レタス類はうまくいっておりますんで、いつかマルシェで持っていく日が来ると思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。バイバイ。今から末っ子を迎えに行きます。